僕の名前はバイオレンの元と言います。風船を使った大道芸です。決してナイフを投げたり危険なことはやりません。風船しかやりませんから、なるべく近くの方で見てください。正確に言うとね、6年ちょっと前かな。で、このパフォーマンスオンリーで生活をして食えるようになったのが5年前からだね。僕の師匠はバルーンキットの中に入ってる説明書が僕の師匠。最初に来て足を止めてくれたこちらのカップルからのリクエストで、クリスマスツリー作ってみたいと思います。まあ、休みの日以外は風船を100本以上は膨らましてるんじゃないかな。だいたいワンステージで、4、50本の風船は使いますからね。だから1日3回やればそれでも100本は楽に超えるわけですから。もう何年か前だけど、限界って何本だろうってやった時に意識がなくなったことあるから、酸欠みたいな形で。そう限界どれぐらいまで。その時は僕15本。あの、大道芸として人に見せるということは、それを見て人がすごいとかかっこいいとかって言ってもらわなきゃいけないでしょ。そのためには人ができないことをやらなきゃいけない。僕が人ができないことができるのはその風船ぐらいしかないんで、だからその風船しか練習しなかった。もちろん他のゲームもみんなそうだと思う。パントマイムに一つにしても、やっぱりみんなそれぞれ何年も練習して人前で披露できるようになるんだと。だから僕が人前で披露できるのは風船しかなかった。だから風船を切る。だから僕は風船を作って、すごいものを作るっていうより膨らまし芸をメインでやりたいんですよ。今からこれを膨らまして、みんなの目の前で破裂さすという荒技です。それでは行きましょう。最後は究極のバルーンで、割れそうになったら手を挙げます。僕が手を挙げたらどうか、みんなで大きな声で5、4、3、2、1、カウントダウンだけお願いします。やっぱりお客さんの反応がダイレクトに来るからでしょう。絶対にこういうのってないですよ。一人とって同じ目線で、僕がしゃがむことによってみんなより低く、立つことによってみんなを見下ろす、何でもできるの一人とっていいです。